レクイエムに単調作品48は、ガブリエル・フォーレが作曲したレクイエム。レクイエムの傑作として知られ、フォーレの全作品中で、最も演奏機会が多い。フォーレの音楽活動の中では、ピアノ四重奏曲、第2番と単調作品45、あるいは、パバーヌ作品50などと並んで、中期の幕開きを告げる、代表的な作品に位置づけられる。 演奏時間約40分。しばしば、モーツァルト、ベルディの作品と共に、三大レクイエムの一つに数えられる。作曲の動機については、父親が1885年7月、母親が1887年12月にそれぞれ、死去したことがよく挙げられる。ただし、フォーレが残しているスケッチによると、遅くとも1887年秋には、 作曲に着手しており、母親の死は直接関係していないと考えられる。さらにフォーレは、と書いているのである。また、マドレーヌ寺院での初演では、寺院の司祭から斬新すぎると叱責されたらしい。このほか当時から、死の恐ろしさが表現されていない、異教徒的などとの批判が出された。フォーレのレクイエムは、当時のカトリックの死者ミサでは必須であった。 怒りの日などを書くなど、そのままではミサに用いることのできない形式をとっている。これに対してフォーレは1902年に次のような手紙を書いている。また、晩年の1921年に、ルネフォーショは絵の手紙に次のように書いている。1887年から作曲が始められ、1888年に1月16日、マドレーヌ人において、 建築カルスファシェの葬儀に際して、フォーレ自身の指揮によって初演された。この時は、入祭章とキリエ、サンクトゥス、ピエイエス、アニュスデー、インパラディスムの5曲構成であり、声楽は、ソプラノ独唱と合唱、オーケストラは、ビオラ、チェロ、コントラバス、独奏バイオリン、ハープ、ティンパニ、オルガンという編成であった。この後もフォーレはこの曲に手を入れ、 1888年5月頃には、ホルン、トランペット角2が追加された。1892年1月28日、国民音楽協会の演奏会では、ホー賞とリベラメの2曲が付加されて7曲構成となり、編成もトロンボーン3、バリトン独唱が加わった。しかし、この時点で、ホー賞はバリトン独唱による、 ホスティアスの部分のみであったようで、オドミネを含めた、現在の形でまとめられたのは、1893年、もしくは1894年と考えられている。したがって、1893年版とも呼ばれる。フォーレの純粋な構想を復元する試みは、近年になって行われるようになった。第二項については、 フォーレの実質譜が失われているため、マドレーヌ寺院での演奏時のパート譜などをもとに、以下の2種類が発表されている。一つは、イギリスの作曲家、ジョン・ラターによる、皇定版。もう一つは、フォーレ研究家のジャン・ミシェル・ネクトゥーが、ロジェ・ドラージュと共同した版である。両者の比較では、ラター版がより第三項に近いと言われる。一般的に演奏されている項である。 1900年5月に、リールにおいて、初演、7月に、パリ万国博覧会でも演奏され、大成功を収めたことから、1900年版とも、呼ばれる。フォーレが、レクイエムの奏付を、アメル社に送ったのは1890年とされるが、同社がこれを出版したのは10年以上経った1901年で、ある。この間、出版社のジュリアン・アメルは、特殊な編成では、 演奏機会が限られるため、通常の編成に直すようフォーレに対して働きかけたものとみられる。出版された第3項は、これに応えた形で、言語部と木管を備えた二巻編成に拡大された。しかし、第3項のオーケストレーションについては、フォーレ自身によるものか、疑問も出されている。ネクトゥーは、フォーレのデシジャンロジェデューカスの手によるものではないかと、指摘している。 ネクトゥーは第3項についても肯定しており、これに基づくクリティックエディションが1998年に出された。最も演奏頻度の高い第3項による。バイオリンは第3曲の一部、第6曲を除き、第1バイオリン、第2バイオリンの区別がない。大声が編成に加えられていない。演奏にあたっては、どの子を使用するかということと同時に、 ピエイエスの独唱について、女性ソプラノにするか、ボーイソプラノにするか、あるいは合唱について、女性合唱と少年合唱のいずれかという選択がある。当時のマドレーヌ寺院の合唱団には、女性が加わることが許されていなかったため、合唱は男性合唱と少年合唱で歌われ、ピエイエスもボーイソプラノを意識した音域で書かれている。しかし、演奏面からは、 ボーイ・ソプラノには難しいという指摘もあり、フォーレゾン・明治の演奏会でもソプラノ独唱がピエ・イエスを歌っていたことから、どちらが正しいかという決着は困難である。教会風の雰囲気を尊重する場合には、ボーイ・ソプラノ及び少年合唱、演奏会での表現性を重視する場合は、女性・ソプラノ及び女性合唱という選択になるようである。第4曲。 P.A.S. エエを中心とした対照的な配置が認められる。P.A.S. エエは、残されているスケッチの最も早い段階から姿を見せており、構成的にも、音楽的にも、全曲の核と見られる。各曲ではいくつかの動機が共通して使用されており、関連付けられている。二単調。オーケストラのユニゾンによる重々しい主音で始まる。 分散は温泉を基調とした、テノール、変路町長に転じた甘美なソプラノ、フォルティッシモの合唱と続く。キリエではやや立動的になる。ロチョ蝶。オドミネの部分は、アルトと、テノールと、バスによるカノン風。中間部は、バリトン独唱によるホスティアスとなる。動音反復による牢章が、特徴的。成長なアーメンコーラスで締めくくられる。 アーメンコーラスの部分は、わずかな小説ではあるがロチョウチョウに転じている。ヘンホチョウチョウ。弦とハープの分散和音、バイオリンのオブリガートに伴われ、ソプラノとテノールが互いに歌い交わしながら、感動的なオザンナの部分に達する。ヘンロチョウチョウ。ソプラノ独唱。オーケストラは独唱の余韻のように寄り添う。ヘチョウチョウ。弦による優雅な主題に乗って、 テノールが歌う。中間部では、生体配慮章から、ルクスエテルナの部分が挿入され、幻惑的な転調を見せる。クライマックスに達すると、第1曲、ニューサイショーの冒頭部分が再現される。二短調。この曲と第7曲、インパラディスムは、本来のミサに入っておらず、第6曲では、ミサ終了後のシャト頭式のシャト頭文が歌われる。低弦のピッチカートが、 特徴的なオスティナートリズムの上にバリトン独唱が歌う。中間部に入ると劇的になり、ディエスイレ、ダイズイラでは激しく歌われる。はじめの部分に戻って、合唱がユニゾンで幅広く歌う部分は印象的。に蝶調。インパラディスムは楽園への意味。本来のししゃみさの一部ではなく、棺を埋葬するときに用いられる。 シャトー文に作曲したものである。オルガンの浮遊感をた,たえた音景に乗ってソプラノが歌う。ありがとうございます。